結婚ってお金かかるんだよ。お姉ちゃん見てて思うもん。いや俺今彼女と住んでるよ。あ、そうそう、2週間前のコンパのお前もいた。いや、なんか彼女も一人暮らししてて、で更新したばっかだったらしいけど、まあいろいろあってじゃあ住もうかーみたいな。はいよー、今準備してまーす。もうすぐ出れるよー。え、無視してねえから、ずっと返事してたから。それ一回お皿に出した方がいいんじゃない？でフライパンの油キッチンペーパーとかで拭いた方がいい。ごめん、好きにやって。いや別に同棲イコール結婚ではないでしょ。まあね、まあね、もちろんそういう未来が先にあった上での同棲なんだけどね。もちろんね、まあね。え、俺が実家帰る時にお前も来るってこと？あ、いや全然いいよいいよ、もちろんもちろん。え、結構虫とか多いけど大丈夫大丈夫。ええ、大歓迎大歓迎。田舎の虫はでっけえぞー。あ、いや、一緒に住んでる彼女にさ、氷結頼まれてさ。またロング缶かな。着ない服ない。あったとしても捨てない。メルカリで売るもん。え、ちゃんと座ってしてます。一人暮らしで猫飼うようになったらもう終わりだよ。あ、でも全然いいね。あ、風呂も綺麗じゃん。カーテン短。ちょ、お前マジでうるさい。まあね、まあね、日曜の昼までこんくらいの声で苦情来てたらそいつの方がよっぽど頭おかしいけどね。マネ、え、この部屋に住むってこと？え、だって6畳しかないよ。え、せめてさ、そのリビングとは別でもう一部屋あるうちとかにしない？いや俺は全然いいんだけどね。大丈夫か？一人の時間欲しくなるぞ。いや、同棲自体が嫌なわけでは絶対ないんだけど。え、しない。え、まず金ない。え、金くれるならするけど。いや、今しかねえって。マジで今しかない。お前今日行かなかったら一生後悔するよ。ああ、午後の授業だりーな。え？俺？ああ、ここじゃダメなの？まあまあまあ、いいけど。あの、みんな飯食ってるとこごめんね。ミカ、ちょっといい？あの、二人で喋りたいつうか、まあ言いたいことあるから。ごめんね、みんなちょっとミカ借りるわ。あ、いや、うん、いいよ、行って、うん。俺は5回ぐらいかな。まあ1回は直接言われて、でなんか後々聞いたら、実はあの時好きだったんだよみたいに言われたのが4回ぐらい。
いろんなとこ行ったりしたいなって思ったりしたことを思ってたってことを伝えたいなって思ったりしてみませんか。好きです、付き合ってください、お願いします。俺はそのミカの判断を尊重したい。でも一個だけ約束して、絶対幸せになれ。シンプルに好きですでよかったかも。え、マジかマジか。え、私が好きってこと？マジかマジか。いや、普通に嬉しい、普通に嬉しいんだけど。え、マジかマジか。ごめん、俺も言っちゃうわ。俺、リホのことが好きです。まあまあね、シラフの時にももう一回言うけどね、もちろんね、まあね。まだあの子と付き合ってないの？え、告白もまだ？え、だってもう7、8回ぐらい遊んでるよね。早めに意識させとけや。女は急に切るからな。あや、先週告白された子にさ、彼氏できたみたいでさ。なんだかね。ね、俺目赤くない？赤くない？うわ、赤っ。え、赤いじゃん。うわそう、寝てない、徹夜した。あ、今逆に眠くない？あ、逆にめっちゃ元気になってきた。マジ朝から行っちゃう？徹夜で麻雀して朝からパチ屋並ぶって、俺らどんだけギャンブラーな。俺今布団入ったら2秒で寝れる自信ある。寝れなくても10分でも15分でも目つぶって横になんな。いや、もうこれ朝までっしょ。みんな終電の感じ？まあね、まあね、もうバラードゾーン入ってるしね。まあね。いやー、さすがにもう寝よう。え、みんな寝ないの？え、だって明日朝から授業でしょ。マジ？謎のテンションやめようよ。あ、今日は徹夜明けなんで、あの、達郎じゃなくて哲郎です。いや、できればさ、時を戻したくてさ。あ、もう4時過ぎたら寝ない。起きれる自信ないもん。え、起こしてくれんの？